따라온 건가? 무더기 그 아이는 들켜선 안 될 뭔가를 감추고 있다는 것이오. 대신 알려주지. 역시 이 궁 안에 허런이 더 있다. 사슬로 태어난 제왕성이 드러나면 성민은 끝장이 날 것이다. 따라온 건가? 무더기 그 아이는 들켜선 안 될 뭔가를 감추고 있다는 것이오. 대신 알려주지. 역시 이 궁 안에 허런이 더 있다. 사슬로 태어난 제왕성이 드러나면 성민은 끝장이 날 것이다. 本日は 韓国15話の 予告です。 いや、 14話 皆さん 見ましたか? 謎が多すぎますね。 ね、 なんだろう この謎だらけ。 謎がね、 今 2つ あるのかな。 まず 1つ目は、 無毒は殺人ミスになってしまったことですよね。 で、 もう1つは、 イー先生が 宮の中に入って自分は韓国人だと言ってるっていうことですね。で、ここの予告で出てるようにチャンウクは韓国人が王妃だけじゃないともっといると、っていうこの3つの謎があると思うんですよ。謎が多すぎるからね、ついつい見てしまうっていう。まあでも一つ言えるのは、イー先生が ね、韓国人だよって言ったのは、こう、韓国人がわかる犬がいましたよね。サプサリって言うんですけど、サプサリを連れてきて、韓国人を探すための、まあ、戦略であると。いうのは一つ言えるかもしれないですね。いやー、もうどっちにしてもね、これ、だからこの韓国のいいところって多分ここでしょうね。まあでも、 いいところでも悪し悪いところでもあるかも。なんかちょっと難しいですよね、多分ね。だからそこはちょっとネガティブなところではあるんですけど、いいところはこう謎が多すぎるんで、こういう謎だらけのドラマが好きな方にはまあドハマりの要素ではありますよね。このシーンでは 무더기 그 아이는 들켜선 안 될 뭔가를 감추고 있다는 것이요. 또 박진가 言ってますね. 무더기와 바레테와 있게나이 나니까오 각시てる 이うことです. 네. 그러니까 무더기가 강공진데 알고도가 바레타라 맞이ですよね. 아마 고로사れるから. 그러니까 それも それでね, すごい怖いんですよね. だから前回にも言いましたけど、どうやって無毒は人間に戻るのか。ね、氷石の力で戻れるみたいなんですが、本当に戻れるのかとかですよね。 위험해. 넌 걔를 모르지만 걔 무덕이를 알고 있으니까. 장강에 나타나야 합니다. 제발로 나타나길 기대해야죠. 무덕이 여기서 뭐해? 지는 절대 도련님한테서 떨어질 수 없구만요. 계속해서 도련님을 죽도록 좋아해봐. 계속해서 도련님을 죽도록 좋아해봐. 계속して 우리를 死ぬほど 好きになって. 死ぬほど. どうした? 急に. 죽도록 좋아해봐 또. これが気になりますね. まあでも気になるところがいっぱいあるんですよ. またね、 장강っていう人物が 現れるみたいで ね、 今までどこで何してた? ということなんですけど、で、多分無毒とこのチャンウクとの間に何かの出来事があったりとかね、まだあの6話残ってるので、この先長いですよ。多分山あり谷あり、谷ありだから山が多分6つぐらいあって、この2人の愛を邪魔するような出来事はこれからもいっぱい出てくるから、我々を相当不安にさせると、いうことを耐えながら我々は 二人のハッピーエンドのフィナリオを、最後のフィナリオを、まあ見に行くっていうことをしなきゃいけないから。まあでもカンドラってそんなもんですよね。そう簡単に安心させないっていうね。だから、ハラハラドキドキしながら毎回望むっていうのが、まあ、カンドラを見る、まあ、
姿勢っていうか、接し方でもあるかもしれないですね。まあ、一週間、ね、また待たなきゃいけないから、一週間待って、今週末、みんなで一緒に楽しみたいと思います。ではまた。